皆さんこんにちは、タッシアンダーサキャバンです。エヴァンゲリオン鋼鉄のガールフレンド、ディスク2ですね、やっていきたいと思います。今ディスク2を入れて丸ボタンを、押しましたけれども、長い長いロードが入ってるのかな。お、切り替わりましたかね。このゲーム楽しいんですけどね、やっぱり一個一個の演出の間がねすごく空いちゃって、そこがちょっと残念ですね。おおっとっと、何何何何、車線と有害物質の確認を至急お願いします。甲は自らの重量で岩を踏み崩し、バランスを失い、火口が逃げ一つ。甲、謎の移動物体は新型の人型兵器だと思われます。高速で移動中に崖を踏み崩し、そのまま岩盤に激突したものです。生存者はいるの？胴体の中央に人の入れるハッチのようなものがありますが、なんだ、使徒じゃなかったのか。取ってある。ハッチの中を調べてくれないか。はい、そうします。お、くだらん、あんなものに付き合っている暇はないはずだ。無視するわけにはいかないだろう。すぐ終わるさ。シンジ。シンジはいるか。はい何やってんの。必要はなくなった。実験棟の方へ行き、テストの続きをしよう。でも、美里さん、いや、葛城さんさんの指示を聞かないと。テストを続けるよりもあの待機の方がまだ良かったっぽいけどな。急にディスク2始まったら急展開ですね。いつも勝手だ。でもなんかな、異常物体の正体がなんかいきなりなんか唐突にな、しかも機動兵器だったっていうのがなんかな、ちょっとあれって感じですね。お、着きましたね。誰かいるの？誰もいないや。待機を詰め所にさっきいたんでしょ。え、動いちゃっていいのこれ。イカリ司令の言うことを聞いて。はいはい。となると、だから初号機のところで実験するんじゃないの。シンジ君、白糸の滝って知ってる？あの人型兵器が激突した富士山の名所。あ、そうなんだ。また一つ旅行の楽しみが減ってしまったよね壊れちゃったの？白糸の滝、俺昔行ったな。ほとんど覚えてないけど。どうしよう。エレベーターで実験にって言われてもな。これ無駄な選択の時間だよな。また L2 かなんか行きゃいいんじゃねえの。無駄な演出だぜ。どうする？ロッカールームに行くか？実験は終わったっていう体なのかな？自販機コーナーでも行ってみる？試練室の入れたてコーヒーよりも誰もいない廊下での缶コーヒーの方がうまいってこともあるんだ。そうっすか。外れだったっぽいな。まあロッカールームでもいいか。あー、なんか違うっぽいな。誰もいない。あー、ここに勝手に戻ってくるんだ。L、 じゃあ L3 に行ってみるかな。もうこの時間いるか。全員分の会話集めてもな、ちょっとした話しか聞けないしな。
L3、 この微妙なゲーム性の持たせ方よ。俺もさすがにシンジ君みたいになっちゃうぜ。空を見上げる。 L3 って何があるんだろう。シンジ君、体調はどうだい。俺温泉にでも浸かりたい気分だよ。人の処理でも人手が足りないのに、今度は人型兵器が滝壺で行水だもんな。さあ司令室でも行くか。シンジ君、君の行き先は実験棟のはずだが、お父さんの命令には不服かね。わかんないんだよ。実験棟なんてあんの。ちょっと待ってよ。上月先生、一緒に行って。どこ。実験棟、この通路か。この通路だとしたら合ってんじゃね。ほーら、いたずらしないの。さっきもこんな通路通ったよな。あ、おはようございます。デートの方どうですか。なんだよ。とても楽しかったです。人生最良の時に。リツコさんはいつもこの部屋に一人きりなんですか。いつの間にかね。そんなこともないし。考えてる時って他人は邪魔でしかないから。頭がいいんですね。頭がいいっていうのは褒め言葉にならないのよ、うん、知ってた。すいません。さてと、リツコさん、実験の方は予定変更よ。すぐ出かけるから。あの人型兵器の中からパイロットが収容されたの。マナが合ってた子じゃないの。シンジ君と同じ中学生くらいの男の子です。ほら、僕と同じ中学生。とっても楽しみ。行ってくるわね。彼女によろしく。マジでまとめれば1時間ぐらいになるよ。時々ものすごく怖い気がする。サンプルを見つけたみたいなね。アスカは現地で作業していたから何か教えてくれるかもしれない。まあ確かにな。帰んのか。不在。何もできねえや。なるほど、マップがなんとなく分かってきましたね。うん、アスカだから。この忙しさに耐えきれず辞めていく人も多いんだ。いいのか、ネルフで働いてて。辞めさせちゃったら秘密保持はどうなってんだね。じゃあ2号機のケージに行けばいいってことじゃない。もう時間かけられるな。この移動時間で時間取られるぜ。もうちょっとなんか違う演出見せてよ。シンジ君が天井を見上げる。これいらなくね。本当にシンジ君の移動時間まで勘案しなくていいんだよ。さあ2号機のところに行って。アスカ、会えるかな。いるかっていうか、あ、いた。パイロットを収容したってリツコさんも言ってたけど。その収容先が聞いて驚き、戦略自衛隊病院なのよ。ネルフの中央病院じゃないんだ。おでも律子さんが見てくるって。頭くるわね。もう私だってネルフの一員なんだから、秘密を教えてくれたっていいじゃない。秘密。じゃあアスカも見てねえんだ。
まあマナが合ってた子じゃないかなって思うんですけどね。お、見えるぞ。へえ、意外と大きい病院なんだ。てか来てんだ。大きい病院だ。さあ、てか無理だろ。ロビーへ入っていった。本日の日替わり。あんまり気にしたくない名前の病院ね。何？A、サバ味噌焼き、サラダ、コーヒー付き。病院なのにそんな。廊下。病院の奥へ。なんで行けんの？あんたが案内してよね。わかるかい。ちょっと待てよ。ほい。集中治療室ってやつ？彼が、あの移動物体騒ぎの犯人？多分そうよ。お？精密なミサイル。100ミリはある機関砲。物がつかめるような手もついてるわ。私たちネルフの敵ね。敵？ネルフを襲う理由がわからないよ。バカねー。エヴァの存在に決まってるでしょ？なんで？エヴァはそうなのよ。何がそうなの？私がそうって言ったらそうなの。本当は知らないんだ。その少年がエヴァを潰そうとしたって、ただそれだけのことよ。そんなはずありません。マナ、どうしてここへ？そこに横たわってる人は私の友達です。やっぱりね。なるほど、霧島さんはそれが目的で真珠に近づいたってわけね。私たちを罠に陥れるつもりなんだ。やばい。私はただお見舞いに来ただけです。あんたがお見舞いに来たその少年はエヴァー潰しの犯人よ。一体どういう関係？それは真珠もバカよ。転校してきた女の子がいきなりデートに誘われるわけないじゃない。そうだったの？違います、バカ真珠。殺されても知らないからね。私帰る。何なんだよもう。二人きりに刺すなよ。シンジ君、私のこと信じてくれるよね？とにかくここいるのはまずいよ。誰かに見張られてたら犯人扱いされるから。犯人扱い？まあ仲間かと思われるってこと。でも入り込めるんだな、スムーズに。おお、まあとりあえず今回ここまでにしましょうか。鋼鉄のガールフレンド、ディスク2に入りまして、まあいきなりね、冒頭で謎の移動物体は使徒なのかと思いきや謎の機動兵器ということでね、あっさりばらされてはいはいはいって感じでしたけれども、その中に乗ってる少年が、保護されたんで、まあ自衛隊病院の方に侵入したという話でした。引き続きね、話を追ってみたいと思います。タシアンダー酒山でした。ありがとうございました。マルルー。